はい、おはようございます。はい、大臣から。はい、先ほど食料の水の支援というお話でしたが、自衛隊の方も常時、現地の状況を確認しておりますけれども、現在のところ隊員の安全、に関しては部隊の状況は隊員は安全であるということで、ございます。アンミスの活動地域において我が国の PKO 法における武力紛争、これが発生したとは考えておらず、また反政府側が紛争当事者に該当するとも考えておりません。この政府側とですね、反政府側との間に衝突が生じているということをもって、参加5原則が崩れたということは考えてないということでございます。現在のところアミス全体がですね、活動を停止するというような状況に至っておらず、引き続きアミスの活動、これは続けていくという状況でございます。